はい、どうも、こじきんと申します。いつもね、J リーグとかの動画を上げてるやつなんですけれども、まあ、それ以上にお笑い大好きなんで、ちょっと今日は R1 グランプリ2020についてね、感想を述べたいなぁと思いました。うーん、いやー面白かったっすね。まず、まず面白かった。うん。本当にレベルがこう、R1 も高くなってきてるなっていうのをね、今大会感じさせてくれましたね。で何よりやっぱ去年、本当あの、構成がうんこだったんで、 本当に巻きすぎたし、もう最後になぜかユリアのネタ見せられるし、本当に意味わかんなかったんで、そこら辺が改善されて、非常に番組としても R1 グランプリ。まあ、ただね、<laughs> 最後の最後で結局 <laughs>、あの、下振りのせいや感せんだけど、あなんか喋ってる途中でね、番組終わっちゃったっていうところはさすが R1 だなっていう。そこの次回への課題も残した状態で、えー、終わった今回の2022なんですけれども、まず優勝見送り芸人新調おめでとうございます。 いやー、ぶっちゃけ優勝するとは思わなかったな。まあ、ザジーか、あ,あ、吉住かなって俺は思ってたんだけど。いやー、お見送り芸人しにちったね。まあ、まず1本目のネタからちょっと振り返っていきますか。まあ、ケント深谷ですね。えー、まあ、去年もね、あの、すごい、えー、フリップネタの進化系みたいの見せてくれましたけど、さらに今回は、その上を行ってくれましたね。居酒屋の、合コンが設定のネタなんですけど。うん で、また面白いけ検討会は別にそこにいるってわけじゃなくて、なんかこう、第三者的な視点からまた見たっていう、その視点のところも面白かったなっていうのと。まあ、あと、小籔とかも言ってたかな。あの、やっぱ、最初にあの、6つの柱がこう並んでて、ここから何始まってくんだろうって、そのワクワク感があったなっていう。うん。あれ、どうなんだろうね。観客、横から見てる観客の人とかは、ネタバレになっちゃうのかな。<laughs> その距離感とかが <laughs>、わかんないけど、まあ、テレビで見る分には全然、 次何が出てくるか分からなかったですね。財、うん、<laughs> にずっと座ってるやつ面白かったね。ワックスも思いっきりべちょってなってたし、うん。その絵の、なんかタッチとかもやっぱ面白くて、えー、非常に楽しませてもらいました。まあただなんていうか、まあやっぱトップバッターってのもあったし、なんつうかね、最後の方にかけてやっぱネタの、なんか爆発力みたいなところがもっとあったら面白かったんですけど、まあそんなのね。 簡単にできるもんじゃないんで。うん。いやー、面白かったですね。うん、やっぱトップバッターって難しいっすね。うん。そんな感じ。はい。こういう感じで、もう感想がすごい薄っぺらいんで、あのー、皆さん低評価をして戻ってください。はい。まだ聞いてくれる人。サンキューはい。お見送り芸人、新一ね。いやー、やっぱ好きだな。俺、こういう、こういうネタ好きだな。<laughs> こう、トゲがあるというか、他人を刺してくネタ。 やっぱ好きだね。うん。好きー。<laughs> 好きーって感じでしたね。なんか、一番最近見たの何だったっけな何かでね、お見送り芸人新地見たんすよね。多分ルミレだったかな。なんかね、言う、ティックトッカーみたいな人と一緒に、あん、まあ、やるアルバムで話すがちょっと、今の話なしね。まあでも、もといいとこついてきますよね。うん。一本目のネタとか、 あの、まあ、ア赤タイムズとか、そういう、こういう名詞出してくるの、本当に勇気あるなって <laughs>、<laughs> 思います。まあ、賞レースで、なんか、なかなかこういう名詞ってね、出せないし、出したらちょっとなんか、こう、評価が少し下がるみたいなイメージが、あの、ザダブルのエマスサとかもなんか、賛否両論あったけど、あなすなかにしのやつね。うん、とかあったんですけども。うん、やっぱ、それでちゃんとお笑い取ってくからね。で、こう、なんか、納得できる、えー、ところがやっぱついてくるというか、 うん、その不快感にならないラインをう、うまいことをえぐくついていきますよね、お脈り芸人信者。で、まあ、ザコシも言ったけど、やっぱ歌がうまいっていう、その前提がね、あそこでやっぱ歌が下手だと、ちょっとやっぱ聞き苦しいんですけど、うまいっていのもあってね、いいですね。一本目本当にかなり面白かったなって思います。うん そして3番手、敗者復活躍のイエス・アキト。あの、俺は土曜日の、あの、YouTube 配信にしてたね、あの、敗者復活躍も全組見て、その中で俺、イエス・アキトに投票したんですけど、ああ、まあそうだろうなって感じ。ああ、やっぱあの、ギャグの連発面白いっすよね。なんかもう、あの、ストロングスタイルうん。まあ、あの、敗者復活躍やってたネタと、えー、ほぼほぼ一緒だったと思うんですけど、うん。まあ、なんでしょうね。 えー、まあ、好みの問題なのか、あ,まあ点数はそんな伸びなかったんですけれども。うーん。まあ、俺はあの、スペースキー押さないで、鍵かっこが出ちゃうっていうのは <laughs>、そんな発想があるんだっていうので <laughs>、えー、え結構笑いましたね。セパレート直帰。あの、なんか入く終わる感じも良かったと思います。なんかああいうのってこうギャグのさ、な何だろう、だから、セットリスト あのー、フェスとかでアーティストが考えるようなセットリスト組むような感じで楽しいんでしょうねギャグの打線組むのうんどこでこう持ってこうかみたいなはい、まあ、ただやっぱりそうあパンチ力がなんかあるんだけどねあるんだけどなんかこう一つこう変化球がまたあったらさらに良かったんだろうなっていうイエス・アキとそんな感じでしたね、うんまあ、楽しみですねま,また出れるでしょ多分ぶ、うんそして沈み いやー、吉住もまたねー、最古的な感じで。やっぱこの人の演技力は怖いし、面白いですね。家でエクセルで、あの、<laughs> まとめてるっていうワードは強かったっすね、うん本当にやってそうなんだよな。この吉住の演じるあのキャラクターが。<laughs> うん、で、なんかこう、ザ・ W とかも出てきて、R1 もね、去年出たっけうんで、やっぱ世間的にもこう、まあ見やすくなったなっていう感じが。 なんかこの人怖いみたいなのがやっぱなくなってきたんじゃないですかね。うん。ほんとだんだん可愛く見え、もともと可愛いけどね、可愛く見えちゃいますよね。うん。あの、審査待ってる時の顔とかすげえね、可愛いなって思いました。うん。<laughs> まあ、オチも面白かったですね。うん。一夫多妻生かけてきてね。フィニクラねっていう。そのなんかオチの気持ちよさで言うと、今回この全組、全、えー、ネタの中で、吉住のオチが一番、 私は好きだったかなと思いますうんそんな感じえそして薩摩川 RPG 薩摩川 RPG は本当ににおととい3日前か4日前か忘れだけどほんとつい数日前も俺ネタ見に行ったところでやっぱイメージ的にはなんかこうイエス・サキスと同じような感じで、ね、よしよしよしっていろいろ一発ギャグみたいなのどんどん入れていくみたいなネタのスタイルだと思ったんですけど今回はね一つのワードでこう攻めていく 大会近いもんな。で、どんどん繋げていくっていう。これまた面白いネタでしたね。カツラがいつもといつもと違くてね。うん、違和感があったんですけれども、そこもなんか、全然気にならずに見れました、私は。<laughs> 違和感あるなって最初思ったんですけど、だんだん違和感なく見れましたね。うん。大会近いもんな。 <laughs> あの、大会、なきゃ近いもんなって10回手見て,てっていうあたりから、こう、どん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 、笑いがね、込み上げてきましたな。うん。ただなんかバカリズムのコメントが結構全てで、いや、あそこからこう盛り上がっていく感じだったんだけど、なんかこう、一番最後の方でもう一発ドカンと来てたら、これ2位に入れたんでしょうな。それまでは本当に2位に入るレベルだと思ったんですけど、うん、ラスサビが欲しいって感じですね。うん。 まあでも、さつまか、は、今年ラストイヤーじゃないのいつ、いつがラストイヤーなんかわかんない。まあ学生からやってる芸人とかって、ラストイヤーとか,向かの概念のがよくわかんないけど。ね、まだ出れるんじゃないですか。だから、期待してます、もちろん。うん。まあ顔見せって感じでね、今年は。うん、はい。そして、ザジーはーい。一本目のザジーマジで一番笑いましたね。ああマジで払いたかった。笑いすぎて。<laughs> まマジあの、 <laughs> まあ、いつものさ、あの、見慣れていただく時間作るじゃないですか。あの、装備がいかつくなりすぎて、ちょっとね、見慣れな、見慣れないうちにネタが始まっちゃったかな、という感じですね。桜田ファミリア。いやー、まさかあそこから肩からね、マイク取り出すとは思いませんでしたけども、ね。うん。で、まあ、デジタル化にしたことによってね、なんそれがちゃんと出てきましたね。うん。ただまあ、羽でビッグリマークは隠れてたんですけども。うん。まあ、あの、 ノーダクリスタんも言ってたように、こう、ザージーのこう頭の中をより見れたっていうのは確かにその通りだなと思いました。やっぱテンポ感が面白いし、一本目のネタ結構著名人の名前使ってたじゃないですか。それが結構俺は面白かったなと。<laughs> この人とこの五感をこう合わせるんだっていうね。いやー、鋭角六角、鈍角六角、六角星次使ってきたあそこら辺は本当にね、払いたかったっすね。呼吸困難になりそうになりました。 うんやっぱなんかこう、五感使って耳をくすぐるようなこう笑いっていうのは俺大好きなんで、かなりツボに入りましたね、ザージーの一本目。うーん。まあこれは確実に行くだろうなと思ったけど、意外とね、接戦で、はい。まあ一応最終的に1位でね、通過したんですけれども、って感じでした。えー、そしてその次が、寺田博明。まあ、去年ね、ちょっとまあ、不発だったんですけども、今年は、まあまあまあ、なんか、不発。 ではなかったなって感じですね。うん。ただやっぱこの人のスタイル的に、ね、爆発力のある笑いってなかなか、ね、難しいよね。スタイルがあるからね、うん。だからどんどんこう、認知度上げていって、もう、知名度と共とに、点数を稼ぐしかないんじゃないかな。うーん。やっぱ大喜利力っいうか、まあ大喜利人たちのね、まあやっぱそれって、 あなたの感想ですよねってすごいバズりましたけど。うん。やっぱその知性みたいなところは一番感じますわな、この決勝の中で。すでになんかこうあるものが初めて生まれた瞬間に周囲がどんな反応だったかみたいなのをね、予想する、推測するみたいなネタだったんですけど。うん。なんかこうヤフコメみたいなテンポ感でしたね。で、一個思ったのはあのフリップがこうさ、前のフリップで、 次のこのフリップを、なんつうの、隠すというか。で、こうなんかテンポよく、なんとかです。それってなんかなんと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 かみたいにこう言っていくわけだけど、前のフリップもこう字が結構並んでるから、ちょっと見づらかったなっていうのはありましたね。うんあ別にそこがどうってわけじゃないんですけど、まあまあまあ、そこももし改善できるのであればした方が面白かったかなっていう,う。それこそフリップじゃなくてなんかザジみたいにね、ああいうデジタル化したら、 もっと面白く伝わるのかなとか思ったりするたけども。うん。ですね。うーん。で、なんかこう、角度をもっと変えた、ああ、面白さを最後の方に持ってくるとまた跳ねるんだろうなというところですかね。いやー、でも本当に面白かったですね。去年も面白かったけど、今年もかなり面白かったな。うん。やっぱ目のつけと,ところが寺田宏樹ですね、うん。そして最後、金の国。 唯一コンビ、あー、渡辺、渡辺おにぎりうん、おにぎりくん。唯一コンビからね、選ばれた人で。まあこれもまた、設定がもうすげえなっていう。まあ、とにかく可愛いなっていう。うん。トンビにね、もうごと持ってかれるっていう <laughs> 設定ね。面白かったですね。まあでも、どうも浮いてるようには見えないけどね。やっぱ重量感ありすぎて。うん、浮いてるようには見えませんでしたね。うん あの、友達の山下上から見て、じゃ頭頂部が薄いってつぶやくのとか面白かったですね。かわいそうだな <laughs> うん思っちゃったけど。うん、ま、でもやっぱなんか、あのさ、このおにぎりくんなんか、パンが絡まったような声出すじゃないですか。なんか、あの、普通に、今度途中に。あの声がね、好きなんですよね。 な、なんて言ったらいいのなんか、いや、不快感ある声なんだけど、声質なんだけど、なん、なんか聞いててね、笑っちゃうんですよね、あの声。あどうやって出すんだろうな、あの声な。<笑><笑>結構喉やられると思うんですけど、それも良かったなって。ただまあ、463点で、だからおにぎりと、え吉、ー、住と、お見送り芸人一日並んだんですけど、3人ね。 やっぱそこで一票も入らなかったってのは確かに納得で、こう、ボケの手数があんまなかったのかな。までも、吉住も同じぐらいか。まだから、その割にはこう、見た目のインパクトが強すぎて、え、そっちに、え、ちょっと気持ちがいって、ワードセンス的なところがもっとあればなっていう、ところでしたかね。まあ個人の感想ですけどね、え。ー っていう感じで、俺、あの3組残った段階では、お見送り芸人新一と吉住本当に五分五分みたいな感じだったんですよね。うん、ただまあ、あの、吉住の方が2本目が分からないから、2本目見たいなとは思ってたんですけど、まあそこをお見送り芸人新一が、勝っていきましたね。うん。まあ、すごいですよね、でも3人並ぶって。聖夜も言ってたけど、賞レース史上初めてなんじゃないですかね。3組、並ぶっていうの、は本当に。 うん。で、まさかのその発表がフリップってのもおもろかったですね。あんだけ <laughs>、デジタル的な感じでやってんのに、審査員の点数とかも発表とかも、ちゃんと映像とかでやってんのに、その再、選ぶやつはフリップなんかい,いっていうね。うん。まあ、あの発表のされ方も、さん発表のその決まり方もよかったですよね。佐藤シシン野田クリスタシン えー、で、小藪とバカリズムが良純良純できて最後陣内で新一って。決勝の最後もその順番であれよって思ったんですけどね。ああバカリズムがもうお見送り芸人新一選んだから。っていうふうに欲を言えば。<laughs> そこまででも求めちゃダメだね。そうやったらちょっとやっぱやらせ感が強くなっちゃうか。はい。ってことで二組残って、えー、最初お見送り芸人新一からね。 うん、まあでも基本的にこうネタの形はまあ、あ一緒っちゃ一緒なんですけど、応援したいっていう観点から、まあ切っていくネタでしたね。うん、まあ俺やっぱ J リーグ好きなんで、あのトゥリ央の引退試合はやっぱ印象的だったんで、ルンガが8点取った試合ね。クリスティアーノもッとして、うん、13対1の試合。13失点したっていうところとか。<laughs> あそこはこう、俺は特に笑っちゃったんじゃないかな。うん。うん、面白かったですね。 うん、まあ、ただ、ぶっちゃけやっぱ1本目の方がい笑いは大きかったのかなというところはありますね。面白かった。うん、そんな感じ。ぶっちゃけザジーもそうなんだよな。やっぱ2本目ってむずいよね。2本目ってほんとむずいよな。形変えすぎると受けなくなる怖さあるし。ただ変えなさすぎるとね。うん。ザジーの2本目も やっぱテンポ感良くて面白いんですよ、寿司のね、ネタね。うん。ただ、なんていうか、やっぱここでお見送り芸人一日が勝ったのって、そのワードのパンチ力があって記憶に残ったからだと思うんだよな、ね。ザジーノのってやっぱ、面白いんだけど、あ、またこのパターンか、みたいな感じに思っちゃって、0.5倍速とか見たらやっぱフリップの細部とか見れて,てすごい面白いと思うんですけど、やっぱあのスピードで見せられると、 こうは脳内がやっぱザジの世界に処理が追いつかずに、うーん、流れて終わってしまうっていうところがあるんで、うーん、なんかここがザジが2年連続破れた理由なのかなーって思います。うーん、面白いんだけどなー。難しいなー。マジでお笑いって。だから俺はやっぱね、そうなんだよ。日本見た結果、やっぱお見送り芸人新一の優勝ってほんと納得したんですよね。ザジーが1本目一番面白かったけど。うん。 いやでもやっぱ最後にこうやって負けた中でも <laughs>、左目にね、金の紙吹雪がつくっていう、やっぱそこで <laughs>、やっぱ笑いの神様はあなたについてますよ。うん。ここで負けちゃったけど、あなたには笑いの神様がついてる。うん、ザジいや本当に面白いんで、まあ本当に、ケントフカイも最後、ケントフカイじゃない。<laughs> もクリゲンに新じが最後したけど、ね、ライブに来てくださいって泣きながら言ってました。え、ほんとジとかもそうっすよね。やっぱライブでね、ザジを見たい。うん。 で、ぜひね、やっぱこれを機に、なんかこう、ライブ見に行ってほしいです。皆さんにも。テレビでね、見た方も。やっぱ、こういうショーレースに出ないとね、なかなか、あのー、認知されてもらえないけど、ライブシーンにはね、本当に面白い芸人さんたくさんいるんで、売れるきっかけがまだ来てないってだけで、うん。っていうところでした。いやー、お見送り芸人、新中、本当おめでとうございます。サンドウィッチマンも喜んでんじゃないでしょうかね。えー はい、という感じで。まあ番組全体の話すると本当にまとまって終わってたなと。まあ去年、本当に、え、去年は決勝進出者10組だったかなうん。やっぱ時間が本当なかったからね。今年はゆとりもあって、審査員のコメントもね、ゆっくりと聞けてよかったですね。で、やっぱバカリズムの言うことって本当に耳傾けちゃうし、納得しちゃいますね。あの本当に的確に。 なんか、こっちが思ってること言ってくれるから、やっぱ気持ちはいいっすよね。視聴者としても。やっぱ去年それがなかったからすげえストレス溜まったんだよな。なんでこの点数だったのっていうのがわかんなかったんで。うん。で、やっぱザコシが <laughs> この賞レースになるとめちゃくちゃ真面目にコメントするとかね、いいっすよね。ボケないで。ヒューマン中村とか小武器あったけど、別にそれは、あの、流れ上全然ありなボケだったんでね。うん。 うん、で、小部もまあ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 、いい良かったと思うし、ほんと、あのね、審査にもなんか、こう、ケチつけるような感じもないんじゃないですか今回。はい。って俺は思いましたね。うん。うーん。はい。って感じで、まあこんな感じでいいかな。振り返り。うん。まあ、ありきたりなことしか言えなかったけど、まあ R1 グランピリほんとレベルが高くなったってことをね、言いたかった。うん、面白かった。みんな。はい。 ちょっと来年も期待してますわうーん誰が来年来るかなあ敗者復活見てやっぱで、ね、も松本クラブってえー、優勝できないんだよなー <laughs> 本ほんと松本クラブのネタってね心がこう踊るというか温まるというかいいネタするんですけどねうーん急にちょっと松本クラブの話になっちゃったけどはい という感じで、えー、アランギャンプ2022ちょっとごめんなさい、語らせてもらいました。ねえ、今後はちょっと M1 とかもね、あの、喋っていきたいなって思ってます。はい。ありがとうございました。